90式2号機上作業練習機90式。機上作業練習機は第1次世界大戦と第2次世界大戦の間に日本海軍で採用された練習機である。開発、製造は三菱重工業で機体略版は K3M。昭和6年10月に正式採用された本機は広報、通信、射撃、爆撃、 偵察等の機場での各種作業を学ぶ練習機として初めて開発された機体だった。全体に使いやすい機体で太平洋戦争終戦まで広く利用された。日本海軍では、艦上攻撃機、艦上爆撃機、陸上攻撃機、観測機のような田崎における操縦員以外で、広報、通信、爆撃、射撃、写真撮影、 観測などを行う飛行機搭乗員を一括して偵察員と呼び、福崎や大型機の比率が多かったため偵察員は操縦員と同数ぐらい必要であった。一つの機体で偵察員の作業訓練を行える機種の開発を考えた海軍は昭和3年8月に三菱重工業に対して開発を指示した。三菱では研究を重ね、 昭和5年5月に試作第1号機を完成させた。300HP の水冷式エンジンを搭載した単発単葉機で、主翼は木製骨組みにハフバリ、胴体は角型で交換の骨組みにハフバリだった。テストの結果、発動機を中心とした振動が大きいことや、安定性の不良などの問題点が指摘されたが、改良を重ね、 昭和6年10月に90式陸上機場作業練習機として正式採用された。しかし発動機関係のトラブルは解決されていなかったため発動機を空冷式のテンプルに乾燥した方が同時期に開発された。エンジンの乾燥は速度性能をはじめとする諸性能を向上させたためこちらの方が量産されることになった。 さらに、昭和13年にはエンジンをさらに強力な中島製の銃に換装し、尾翼の回収や燃料タンクの増量を行った方が、開発され90式2号陸上機上作業、練習機として正式採用された。これに伴い、それまでの方は90式1号陸上機上作業、練習機と呼ばれるようになった。これらの機体の開発は三菱で行われたが、 生産は主に九州飛行機と愛知航空機で行われた。総生産機数は624機である。胴体の形状が角型で搭載力に余裕があったため、様々な練習機器を搭載することが可能だった。加えて操縦席とキャビン部分がフラットだったために、お互いの行き来が容易で、教官と生徒とのコミュニケーションが取りやすいという利点もあった。このため、 太平洋戦争中に採用された白菊より、実用面ではマサるとの意見も強く、旧式機ながら終戦まで訓練、連絡、輸送等の任務で広く利用された。なお、陸上型の他にわずかではあるが90式、水上機上作業練習機も作られたが、昭和11年には全機体役している。また、輸送専用に改造した機体を90式、陸上輸送機と呼び、 落下山部隊の母機となる90式陸上輸送機2型も製造された。日本陸軍においても本機の高性能に目をつけ、昭和8年に三菱に対して機能として試作指示を出した。同年に陸軍仕様に改造した試作機が2機完成し、試験が行われたが、陸軍では中島製の記録を採用する方針が強く結局不採用となった。 K3M ありがとうございます。